はい、皆さんこんばんは、トットと申します。いよいよやってまいりました、チャレンジダンジョンレベル10でございます。まあね、いつものごとく1回ではクリアできると思っていないので、もうすでに、2回か3回くらいかな、お試し運転で、ダンジョンに潜り込んでおります。で、結論から言うと、1回は普通に突破できます、あれはね、うん、で、2回であれを食らうので、いかにワンパンで行くかが問題かなと思っています。ちなみに言うと2回で詰んでます。はい、ということで、チャレンジダンジョンレベル9ですね。魔法石体力回復に、まあ、5、6個かな、4、5個かな溶かしたので、まあ、レベル10では今回どのぐらい溶かすのかなと。まあ、今回なんて言ってもバトル構成7ですから長いので、もう一回死んだらまた最初からってので、多分収録も今10時半スタートなんですけど、まあ、12時いっちゃうんじゃないのかなとかちょっと思ってます。頑張ります。まずは1回目、まあ、いつものごとくラードラでいきますので、ご容赦ください。こちらのパーティーですね、皆さん、お気づきでしょうか。いちごですね。すいません、本当いつも言い方間違えてすいません。いちごなんですけども、戻しました。理由としましては、まあ、覚醒進化強いっていうのは分かってるんですけど、結局私が普段使うのはユーナとかラードラっていう多色パなので、まあ、あとはシバドラとかなので、要は多色パで使えるキャラクターじゃないと、結局ボックスで埋まるんですよ。強くても。うん。だから私は、だったらイチゴは、覚醒したけどもったいないけど戻して、究極もせずにこのイチゴでやっていこうって思いました。興味本位で進化させましたけど、結果元に戻るというね。だから闇狩り2体構成でもいいんだけど、なんか私は結局その指延長も入るし、そういった意味ではイチゴが好きかなって思います。はい、それではいきまーす。前置き長くなっちゃった、また動画が長くなっちゃうよ。1回は普通に突破できるので普通に行きます。はい、 OK。 指が短くなっても OK。 で、色はありますね。色はあるのですが、これで、そうなんですよ。覚醒無効になっちゃうんですよ。本当だったらここで緑オーディンのスキルを放って突破したいところなんですけれども、なんせ4秒パズルということで、それは結構厳しいです。ということで、色があるにしろ、ないにしろ、私はイチゴを放ちます。イチゴを放ちます。すいません。そして1点、まあちょっと覚醒無効なのでちょっとどうしようもないんですけど、とりあえず組めるだけ頑張って組んでいきたいです。まあ落ちてこないよね。ここがワンパンで毎回いけないんだよな。ここでスキル封じ食らっちゃうんだ。よし、なるほど、緑オーディン連れていこうかね。だってスキル封印っていうのは、このスキル無効っていうのが食らわなかったら食らわないもん、このキャラクターたち。そもそも2回を突破したいと思いますので、緑オーディンも入れていきます。大好きな。ここでいつも死ぬんですが、ここで今度は緑オーディンを放ってみましょう。回復しました。緑オーディン最高です。で、いきます。これで3回に行けたら2-2で、念のためのこれ、私はイチゴを放ちます。イチゴを放ちます。すいません、もうイチゴでいいかな。怒られるかな。
もうダメだ、癖づいたって。よし、落ち込むのって、まあ、毒は落ちてきたが、突破できたでしょうが。やったー、2回突破です。3回うーわ、また嫌な敵本がお邪魔。あ、でも毒が消えた。毒が消えたのは結構でかいな。色あるな。根性なし。指は大丈夫。あぶねー。よし、オッケー。これは3回突破したんじゃないですか。3回突破です。鬼門はまず2回だな。4回、デッドギフト。なるほど、ここは闇カーリーを放っていきましょう。オールドロップチェンジ。ワンパンでいこう。ワンパンで、根性なし、吸収なし、指蹴りなし。よし、光の杖。オッケー、ありがとう、落ちてきた。頼む、行ってくれ、頼む。行かないけど色はある。次から毒を放ってくるので、スキル的な意味で必ず突破しないとまずいです。ただ紫が組めなかった。紫が組めなかった。ああ、つらい。手荒れすぎかな。完全に手荒れすぎ。次の回が見たい。私はラドラを放つぞ。惜しまず使っていく。怒りだ、この野郎。これで4回いたかな。4回、今んとこ2回がやっぱり鬼門で、まあ、4回でまた難しいですね。レイムボディのリバイブが登場したか。ここでリバイブ。フラミーワンパンして、ワンパンしたいけど、ちょっとイチゴは取っておきたいですね。イチゴ取っておきたい。いやー、1回ぐらい耐えられないかな。緑落ちてこい、頼む。きたー。緑きたー。しかも落ち込ん10コンボー。きたー、やったー、めっちゃ嬉しい。ワンパンショー、イエーイ。
回到達です。あ、よかった、闇吸収ですよ。これ光だったらどうなることかって言っても、これ多分ね、あの本来耐久もできるはずなんですよ、多分ちゃんと頑張れば。だからある意味闇カーリーを貯めれるし、お邪魔の落ち込みを消せる、ここのターンで回復が枯渇しなければの話です。インドラはありませんからね。でも次ボスですよ、やばい。やっぱりレベル10は2階だわ、鬼門。とりあえずここはどうするかな。色が枯渇してるのでこんな感じにしときましょう。あとやっぱラーダー指が長いから安心しますね。まあちょっとハートが枯渇してるのがもうつらみですけど、だからもし次挑み直すことがあるとしたら、緑オーディンをとか闇カーリーとかをもう左に詰めます。闇を左に詰めます。次は続くまんまに。いるもんなら行きたいですけどね、回復ができなかったのでもう無理でしょう。なるほど、耐久できますね。頑張ります。ちょっと見えたの。よし、お邪魔ドロップ消し切ったぜ。自分よしと思ったら全然赤が食えてなかったけど、まあ落ち込んのったからこれいくんじゃないですか。10コンボ OK、 戻ってきたぜ。耐えよう、耐える、耐えていく。どうせなら緑の地獄も来て欲しかったけど、あー怖ーい。色ある。あー間に合った、ボスが見れるぞ。ボスが見れる。スキル全部ほとんど溜まってるけど、根性、火属性吸収、マジか。イシスが右にある。何これ、見たい、嘘でしょ、初めてじゃん。これ何、これ大丈夫、次不安でしかないんだけど。根性か、ブルークレスト離せない。マジ、これちょっと待って、これ待って、ラードラ向いてない疑惑、ここに来てラードラ向いてない疑惑。あ、なんか意外と硬いぞ。あー、永遠が欲しい。すげえ猛毒ドロップ降ってくる。猛毒ドロップがロックされた？なんですと？でも消していく。99%、これはきつい。インドラ、どこにいるんだインドラ。
回復落ち込ん。あーちょっと待って、それ落ちない、それ怖い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 、もうなんでそういう残り方するの。ちょっと待って、これ何、これ初めて見たんだけど、ディエイクアハトロス、何これ、嘘、これさみんな何どうやってクリアしてんの。いやコンティニューして、めちゃくちゃコンティニューしたい。でも初めてのボス到達だからもう一回頑張るわ。根性が消えた、根性が消えたぞ。これさフレンドの覚醒ラードラにさ、グラビティなんちゃらっていうの積んでる人とかでやれば根性消えるんじゃないの。ちょっと試していいか。まあいいか。落ちてくるー。これ一匹殺したらどうなる。なるほどね、根性持ちで生まれるの意味ないの。なんかこっちさ耐久力やばくない。何これ、攻防魚だけど1でもダメだったよね。うわーやば、これやばいじゃん。勝てんの、これコンティニューしたところで勝てなくない。多分相当やんないと。あでもこれで 75% オフがこっち消えたから、これでエンハンスでぶっ放せばワンチャンってことか。で2ターンの間に根性1回目で消して、だからやっぱりって考えると味方のフレンドのラードラにグラビティワールドかなんかをやってる人を連れてった方がいいのではなかろうか。そうそうそう、でもなんかそれが一番なんか可能性が高そうな気がするんですけど、どうですか。はい、ということでね、10分15分耐えてみたんですけども、まあ左のねこのブルーのキャラクターアハトロスが根性がついているんですけれども、とにかく攻防魚で64倍じゃ抜けないということで、まあ、エンハンスは必須なのかなって思うんですけれども、このね、緑吸収、木吸収が消えないんですよ。消えると75% になっちゃって、75% が消えると木吸収になっちゃうので、まあ、今かなと思って、ちょっと試しに、ちょっとここでね、またなんか耐えてたら、なんか全部スキル溜まり直したので、耐えまくってたら、なんかスキルが溜まっちゃったので、ちょっと一回様子を見てね、まあ、どのぐらいの HP なのかもわからないですから、まあ、75% 両方ないですし、ちょっと勝てると思ってないんですけれども、死ぬと思ってます。中途半端に削ってしまって。ちょっとね、エンハンスでどのぐらいいくのかっていうのを検証してみたいと思います。ブルークレスト。あ、10万でこれぐらい削れた。なるー。これは結構いくかもしれないぞ。そうすると根性があるからゆえに負けるという。見えた。見えた。見えたぞ。負け角が見えた。そう。暗いぜ。
10コンボ11、木の、あ、すごーい、落ちてきたけど、おかげさまで根性が発動しそうです。あー、どうなる、突破した、あー、1残し、なるほど、これはきつい、これは分かったぞ。でも私はこれフレンドドラーンに 25% オフのグラビティワールドを積んでいって、イシスのエンハで倒すんだ。はい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 、読めたぜベイベまだ耐久だ。タイミング良いところまで。75% オフが消えるまで耐え続ける。はい、ということで、ボスに再度到着しました。で、しばらく耐久させて、させました。そしたらですね、右側はちょっとなんか耐久してるうちに根性が取れたんですけれども、今いい感じの、やっとお互い 75% オフがない状態にやっと持ってこれたので、ちょっと私の HP がやばいんで、ちょっとこれ死んだらちょっともうさよならって感じなんですけれども、ここで、まずこれを話したいと思います。グラビティワールド、25% オフです。これで根性が取れるか、取れたー、やったー、思惑通り。そしたら、ここで、これです。ブルークレストを放ちます。で、5秒延長。あー、こっちにすればよかった。クソ、やっちまった。で、色は確認します。黄色の 2A が組めます。で、赤、青、黄、闇、ハートありますね。よし。ってことは、私があとはいかに頑張るかにかかっております。それでもしかしたらいけるかもしれないと。この時は思っていた。頑張ります。これが限界だ。頼む、もう一個、さらにからの、あー、どうなる、お願い、一撃出た、やったー。私の戦略勝ち、やったー、レベル10クリアした、マジ超嬉しい。いやー、何回も挑めば推理ができるようになりますね。やったやったー、レベル10クリアしました。しかも、魔法石は多分レベル9より使ってないです。あの、体力回復に。耐久。やった。決め手はグラビティワールドです。
オロチの時と一緒ですよ。チャレンジダンジョン見事クリアすることができました。時間、多分10時半から始めたよね。2時間かかりました。いや、終わり良ければ全てよし。あとは頑張れ編集ということで、土曜日に投稿してると思います。現在は、木曜日の夜中、木曜日だったんですけど金曜日になってしまったんですけども、12月16日0時13分です。無事チャレンジダンジョンクリアしました。2016年のチャレンジダンジョン、これがラストなんじゃないですか。引き続き頑張りましょう。ラードラは強い。そしてイチゴをこれに変えてよかったです。私は本当にラードラと相性がいいからね。引き続き頑張ります。お疲れ様でした。バイバイ。